株式会社プレサンスコーポレーションは大阪府大阪市に本社を置くオープンハウスグループのマンションデベロッパーである。主に大阪、京都、神戸といった阪神館のほか名古屋、東京でも新築分譲マンションを積極的に展開しており、近年は近畿圏東海圏における新築分譲マンションの会社別供給ランキングで首位になっている。また後に、 全国展開を図っており、近畿県、東海県、首都圏のみならず、北は秋田県や石川県、南は広島県や福岡県、沖縄県でも新築分譲マンションを展開している。創業者であり代表取締役社長の山岸、忍は同志社大学を卒業後、大京観光に入社。同社を退社後、1997年に前身となる株式会社、 日系プレステージを創業。以後、一代でプレサンスコーポレーションを成長させ、2016年には、当初一部上場を果たすまでにまで大きくした。2016年11月、愛知県三河地方と静岡県西部で、分譲マンション事業を展開するデベロッパーであるサンリッター、プレコンの全株式を取得し、完全子会社化した。2019年4月より、 AI を活用した不動産投資情報の総合サイトブライトを稼働した。ワンルームや高齢者向け高級マンションの建築、販売を得意分野とし、地権者が複雑な買収の難しい土地を上手に買い上げて、富裕層向けの投資用マンションとして販売するなどして、2019年3月期の連結売上高は5年前に比べて約3倍の1605億円を達成した。 関西県での分譲マンションの販売個数は2018年まで9年連続主位であった。名清志学院高等学校や大阪観光大学を経営する学校法人明清志学院の土地売買代金に関する業務上横領事件により創業者で代表取締役社長である山岸忍が大阪地検特捜部によって逮捕された。この事件により 同社の株価は急落し、社長交代を迫られることになった。後山岸は代表取締役社長を辞任、また自身及びその関係会社が保有する自社株式をオープンハウスに譲渡したことで主要株主から外れた。2019年3月25日、元執行役員が大阪地方裁判所に業務上横領罪で懲役2年、執行猶予4年の判決を言い渡された。 ありがとうございます。